皆さんこんにちは、井上正弘です。皆さんこんにちは、仮面ライダーディケイド角谷司役井上正弘です。僕ね、今度まあスピンオフの仮面ライダーディケイド対ジオ出るんですけれども、非常にすごい楽しみにしておりまして、また皆さんに仮面ライダーディケイドの姿を見ていただける、これも至極嬉しいこと。この10年以上時が経て、こんなにもまあね、まあ、ある意味愛されてる、まあ、己ディケイドとかなんかいろいろ言われますから、ある意味は愛されてる、 愛されてると信じたい。愛してくれてるよね。まあそれは置いといて、まあいろんなね、まあそのいまだにね、こうディケイドって文字を僕は見るだけでとても嬉しい気持ちになる。はい、そんな中僕ねツイッターやってるんですよ。でツイッターでね、あのまあいろいろこうなんか仮面ライダーの話題になったりとかすると、こうパッとこう流れてくるんですけど、その中でまた一つ、まあ、聞き捨てならないというか、もう見捨てならない、あの見逃せないものが見えてしまったんで、一応動画撮ってます。なんでもあれですね、最近、まあ、1月これ18日のものですけれども、仮面ライダージオに登場するネオディケイドライバー型の腕時計が登場という感じで、なんか発売されたみたいですね。このジオのなんかジオに出て、まあ、プレミアムバンダイさんから、バンコレプレミアムバンダイ支店にて、仮面ライダージオネオディケイドライバー変身腕時計ライブアクションウォッチの予約がスタートした。これが1月の18日からまあスタートしてるみたいですね。まあ、画像がまあ下に多分出てると思うんですけども、こんな感じなんですけども、まあ、非常にかっこいいね。このまあ僕のベルトもね、仮面ライダージオで進化しましたから、だからこの腕時計もね、まあ、前回がだから白色のやつで、まあ、旧ベルトで出てたんですけど、まあ、今回は新ベルトで出たというのでね、こう予約、まあ、非常にありがたいことです。いまだにこの仮面ライダーディケイドのグッズがね、こう出て皆さんの手元に行く、これすごく嬉しいことなんですよ。はい、ただですね、まあ、この記事見ていくと、ちょっと読んでいくと、あの仮面ライダージオに登場するネオディケイドライバー型の腕時計が登場、変身ベルトのデザインもボリューム感もある時計だと。でネオディケイドライバーを模した細部にこだわったデザインになってる。変身ベルトと同じ各ライダーのマークがプリントで表現され、くじにはグリーンの透明のパーツが使用されていると。うん、くじ位置にはね。うん、でサイドのボタンを押すと変身時に感じさせるピンクの LED が発光。ベルト本来の形状に近づけるため、腕時計としては重厚感がある。まあ見て。重量感があるか、見てこれ何、俺さ前あれほど言ったと思うんだよね、俺今年じゃなくて去年の最初の方、マゼンタです、ピンクじゃないマゼンタです。僕それでそれをもうこうやりたくても T シャツまで出しましたけれども、本当にまたピンクってなってるんですよね。これもうさ絶対分かってるでしょ、これ分かってやってるでしょ、絶対分かってやってると思うんだよね。これマゼンタの LED が発光にしてよ、もう。CMYK。すごくメジャーな色だと思います。ピンクじゃなくてさ、ディケイドに関してはさ、これマゼンタの LED が発光にしましょう。これマゼンタね、これ。マゼンタ。マゼンタの色。あ、これ、これちなみにあれです。マゼンタ T シャツ新作でした。でね、このマゼンタのLED が発光にしないといけないのに、またピンクって書いてるし、なんかまあ記事あるんですけど、まあ、僕がね思ったのはこれね、ツイッター、まあ、922リツイートと、まあ、かなりリツイートされてるんですけど、これね、これライブドアニュースさん、これますね、この上のこの部分、まずカッコの中なんで破壊したってなってんだろうね、まずね、わかんない、これを本当になんで破壊したってなってんだろう、これでこのカッコ破壊者でわかる人少ないだろうみたいな、これ一番最初のタイトルの冒頭に来るか、
普通に仮面ライダーディケイドでいいんじゃないかなと思うけど、なんで破壊者なんだろうなっていう、まあ、このちょっとここは置いといて、まあ、このツッコミは置いといて、仮面ライダー14に登場、ネオディケイドライバー型の腕時計が予約開始。で、URL 貼ってあるんですけど、この下ね、サイドのボタンを押すと変身時を感知させるピンクの LED が発光。ベルト本来の形状に近づけるため、腕時計としては重量感があるという。はい、また書いてます。ピンクの LED が発光。もうね、これ舐めてるでしょ、これは。ちょっと。これはマゼンタですよ。ピンクじゃなくてマゼンタと書きましょう。別にいいじゃん、1文字ぐらいしか変わらないんだから。ね。もう。僕ツイッターで結構言っても直なかったんで動画にしましたけど、はい、マゼンタです、マゼンタ、マゼンタです、マゼンタ、はい、まあ、せっかくね仮面ライダーやってる限りは僕ね仮面ライダーディケイドとしての使命、これはマゼンタの仮面ライダーっていつしか言われたい、それを僕は今年新年の抱負にしたいなと思います。それでは。